はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。今回は討伐特務の無法の騒乱について私なりの攻略方法を紹介したいと思います。今までの討伐特務はボスマガスキの討伐が目的となっていましたが、今回は特別仕様でザコや中ボスのマガスキの群れを倒すことが目的になっています。他大きな変化はなく、討伐レベルは前回と同じく S ランクで4、A ランクで3、B ランクで2、C ランクで1上昇するので、戦闘評価を気にかけて編成や闘争などを選ぶ必要があります。始めたばかりの方はここから先のお話を聞く前に歴戦の隊長さんをフォローして同行者として選べるようにしておいていただければと思います。フォローの仕方については以前に説明した動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。ではここから編成と闘争、おすすめの技、戦い方のポイント、おすすめの同行者の順で説明していきたいと思います。最初は編成と闘争について説明していきます。戦闘の一振り目は実際に操作して戦う御剣となるため、最も育成が進んでいる御剣を編成していただけたらと思います。タイプを厳選するのであれば、私なら集団戦となる関係でなぎ払いタイプか、遠距離攻撃をしてくるマガスキがしれっと混じっている関係で遠当てタイプをおすすめします。闘争については攻撃力重視で固めると良いと思います。2振り目や3振り目は2番目3番目に育っているキャラを編成していただけたらと思います。闘争については体力重視で固めると良いと思います。次におすすめの技です。ここに書かれているように得意技や装備技は広範囲攻撃か持続攻撃できる技がおすすめです。広範囲攻撃は複数のマガスキに対して攻撃ができる技で、持続攻撃は使用後もしばらく攻撃の効果が続くものを言います。おすすめの装備技については表を載せておきますので参考にしていただければと思います。ないからクリアできないというわけではないので、あれば装備していただく程度に考えていただければと思います。次に戦い方のポイントです。視野を広く持って戦うことと、注意すべきマガスキを早めに処理することが重要となります。いつものボス討伐であればボスの動作にだけ注意すればいいのですが、今回はザコマガスキが同時に多数襲いかかってくるので、今戦っているマガスキだけでなく他のマガスキにも同時に注意を払う必要があります。特に中から遠距離攻撃をしてくるマガスキの位置や動作については常に意識しておくのが望ましいです。注意すべきマガスキについても紹介していきたいと思います。まず中ボスマガスキでは運び輪車です。近距離から中距離まで攻撃をしてくるマガスキで、時間差で爆発する爆弾も設置するなど放っておくとかなり厄介なマガスキとなっています。攻撃の予備動作が大きいため、よく見ていればそこまで怖くはないと思いますので、早めに処理しておくのが良いです。次も中ボスマガスキですが、神代修道です。近距離から遠距離まで攻撃をしてくるマガスキで、遠距離攻撃が広範囲攻撃になっており、放っておくと大変なことになります。柔らかいので一気に攻撃して倒すのが望ましいです。ここからはザコマガスキですが、チヨウショウとチヨウチュウです。共に移動速度が速く、いつの間にか懐に入り込んで攻撃をしてくることが多いです。チヨウショウについては近距離攻撃のみしかしてきませんが、数が多いので手間取っていると次々攻撃を受けてしまいます。そのため広範囲攻撃で一気に倒してしまうのが良いです。チヨウチュウについては近距離から中距離まで攻撃してくるので、位置関係には十分注意して戦っていただけたらと思います。次に極周蹴りです。私の苦手なザコマガスキでも紹介しましたが、ステップを踏みながら近距離から中距離にかけて攻撃をしてきます。攻撃中はのけぞり無効になっているので、攻撃中以外に攻撃して早めに倒すことを心がけていただければと思います。次に極周銃です。遠距離攻撃を得意としており、かなり遠い位置から銃を撃って攻撃してきます。マガスキの群れの中にポツンといるので、他のマガスキに手間取っていると被弾しやすいです。軸をずらしながら近づいて真っ先に倒すことを心がけていただければと思います。最後に少年なしです。指揮道時と攻撃方法が似ており、直線と曲線の遠距離攻撃をしてきます。直線はそこまで怖くないですが、曲線は地面に当たると爆発する範囲攻撃となります。しかも爆発はダメージの他に後退負荷と移動力低下のデバフも追加で受けるので、こちらも極周銃と同じく軸をずらしながら真っ先に倒すことを心がけていただければと思います。
注意すべきマガスキは以上です。最後におすすめの同行者です。先ほどお話ししたおすすめの条件が当てはまるなぎ払いか遠当てタイプで広範囲攻撃か持続攻撃の得意技を持っている剣を選ぶと戦いが楽になると思いますので、よければ試していただければと思います。以上となります。討伐特務全体の難易度としては楽な方かなぁとは思います。ただ間がつきの数が多いのでクリアに時間がかかることと、戦闘が長引く関係上だんだん集中力が途切れてくるので思いもしない場面で被弾して戦闘評価を落としてしまうことから、ミッションの全回収が普段よりも大変になっているかなとは思いました。開催期間は長いのであまり根を詰めずに進めていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。